はい、どうも、こんにちは。今回また Life is Strange 2をね、やっていこうかなと思います。前回は、まあ、家出ここし、を通ると、まあ、家出っていうあか、ず。まあ、家を出ざるを得なくなって、まあ、冒険してて、まあ、いいとこ見つけて、まあ、入って、さあ、ここで、これからね、これで100%オークを追い払える荷ぞ。造りをしようみたいな。荷造り薪じゃをないわ。探さないと、ちげえ、なんだっ暗け。くなってきた。ここで泊まろうと。ここでキャンプをしようっていうところで前回終わったんだよな。だから今回は、まあ、今言っ武た器けがなど、きゃ基地になんないな。キャンプ用のね、ちょっと、火起こし用の薪をね、集めていこうかなと。これとかいいじゃん。いや、それ火つ何かねえかだあるろ。か太な。すぎるわ。ちょ、一回一回置いて、あ、これもどうぜ。最初やっぱちっちゃいのよ行かくないもあれそう。と。ちっちゃくて細いやつじゃないと。つくか、そんなもん。てか、マッチ持ってんの？まさか原始的な方法で起こすのか、お前。里子に出されるなんてごめんだ。じゃ、持てるだけ持とうぜ、なんか。結構持てそうだから。よし、これだけあればいいだろう。それだけでいけるか？ 割と火って、燃えんの早いけど大丈夫か？そんな続くか、それだけで。バッチリ。一応多めに持ってこいよ。お、いいじゃん、いいじゃん。仕上がってきてんじゃん。よかったな、雨じゃなくて。ここ悪くないな。あ、バッチついてる、ちゃん何と。よりも落ち着けるだろう。すげえ。ねえ、手伝ってくれる？ああ。でけえ木あんな。あ、それで座ろうぜ、それ持ってきてさ。ソファーにしようぜ。基地を守るのに。何を手伝えばいいんだ？この木動かしたいんだ、基地を守るために。なるほどな。よし、こっちは任いや、せな。いい行兄く弟よ。だわ。いいぜ。せーの、押せ。絶対ショーン側に力かかってんだろう。傾いちゃうと多分このバランスだったら。もう敵は入ってこれないね。そうだな。よくやった、ダニエル。お、いいじゃん。やった。じゃあ川見てくる。気付けろよ、お前。川広いなーってか。二人でも大丈夫さ。どうなんだろう、でもね、こっから冒険が全然イメージできないわ。一応ここで一泊してというかさ、あれなのかな？武器だな。基地っぽくなった。いいぞ、ダニエル。火でも今つけなくてもよくね？まあ、暗くなってからつけるのも正直なしだと思うけどさ。こんなチビなのによく頑張ってる。ダニエルが心配だよな、どっちかっていうと。ん？なんか来んなって書いてんの、まさか。1986年、え？大昔だな。ダニエル？大丈夫か？気つけや。喧嘩してもいいけどさ、なんこれ。あ、これは。俺たちより楽しんだかな。ああ。急にでも出てきたな、なんかいろいろ。急にいろいろメッセージ出てきたわ。熊の爪痕じゃん。ダニエルいにや、は黙っ確かてにおね、こう。川近いとね、動物も多分多いぞ。そこが問題だよな、川近いって多こ分気動に物入った。も、水飲みに来ちゃうから。広っ。なんか流れてんじゃん。あれ木か。どうぞダニエル。突き落とすぞ、お前。ああ、いいね。あ、いいね。あ、なにこれ。あ、スケッチできんの？やろうぜ。全部忘れて何かに集中するっていいな。慣れてるよ、もう俺。スケッチに。え、でも石に描くってさ、限界ないクオリティ。ペンで描くのよかし、な？準備できたぞ。行くぞ。入ったぞ。ごめんね、あ、魚石にさん。座ってスケッチね。石にスケッチじゃなくて。慣れたな、でも俺も。慣れたもんだわ。よし、そろこのそろ描さ、くスケッぞ。チが役に立つ日は来んのそうかじゃなくな？て。
父さんがくれたスケッチブック。最高の父さんだった。いやもうなんか泣きそうやん。うん。ここまではいい感じだ。さあ、書き込んでくぞ。ダニエルも書こうぜ。覚えた。わあ、いいね。うまいね。やっぱ最初にやっぱ、レイアウトをね、やってから書くってのがやっぱ絵の基本なんだな。十分見たな。書き始めるか。ダニエルも書いちゃえ、ダニエルも。せっかくなんだしさ、もう思い出にしようぜ。平和な思い出って感じだな。うん。ここだけ切り取れば。そうだな。でもこんだけすぐに絵描けたらおもろいだろうな。そらまあ。そん時の。ここならすっごい基地が作れそう。写真撮るのと同じ感覚だもんな。ダニエル勝手に行くなよ、お前、おい。あり？とりあえずここなら誰にも見つからない。ありんじゃん。わ、めっちゃいる。気をつけろ。体中アリだらけになるぞ。うん、どうした、ダニエル。何してんの？敵に回る。え、どっちにしこうかな。いや、敵でしょ、やっぱ。構えろ、ミスター・フロド。もう、敵はこの木、ショーンじゃない。光がお前を浄化する。ごめん、なんかダニエルあんま楽しんでない、ごめん。体大きいんだからずるいよ。味方になってあげればよかった、ごめんって。そうなると思わなかったもん、ダニエル、ごめんって。この蜘蛛の巣。あ、ごめん、間違った、反応的にバツ押しちゃった。あんま近寄るなよ、絡まっちまうぞ。うわぁ、何すんの。これ取ってよ。ごめん、クソ兄貴になっちゃった。ごめん、ちょっと肝、体についた。あ、でも、ちっちゃい狼 だったかな。今日は大自然とかもういい。ごめん、クソ兄貴、もう反応的にバツ、どうせなんかさ、バツが大体なんか青だったからさ、バツ押したら四角もあったわ。ごめんって、ダニエル。一気にクソ兄貴になっちゃった。一気にクソ兄貴じゃん。まあでも家に帰らせることできてよかったわ。火つけようか。そしたら木の幹でも座っとけよ、お前は。あ、どうした、なんか。ダニエルもそろそろ限界だ、疲れ切ってる。じゃあ火つけちゃうか。あ、ごめん、探検に行こう言ってたのに、ごめんな。あ、マッチあんのかーい。あー、見えちゃった、思い出が。マッチよりもハードル低いわ、ライターだこれ。よし、ダニエル、原始人ごっこだ。火を起こすぞ。ちょっと早くね、火を起こすの。大丈夫か。わかった。8時くらいに切れるぞ多分これ。肺活量じゃ負けないぞ。いや、肺活量のある俺に任せとけ。意地悪なんだから。ごめんって、何、そういう意味じゃなかった。僕だってできる。じゃあ張り合おうと思ったんだよ、なんか勝負するって感じがあると思って。肺活量なら負けないぞっていう感じがあると思ったら、いや、肺活量のある俺がやった方がいいって。そういうことじゃないよ、ダニ、ショーン、イメージと違うよ。この Life is Strange あるあるね、セリフ選ぶときにこうかなって思ったらちょっと違う感じになるっていう。セリフあるあるだな。こう和訳の都合でちょっとあれなのかな。ダニエル、ごめんな。やらせたかったわ、ダニエルに。まあ、火を焚けば動物は寄ってこないでしょう。足りないね。ごめん、パーティーボックス持ってくればよかったな。そうだな。本当に昨日みたいにハンバーガーとかミルクシェイクがあったらな。もう金ないんだって。昨日は昨日だ、こういうとこじゃ全部自分たちでやるんだ。いいな、まあ、アウトドアだからな。でも助けてくれるでしょね。当たり前だろ、助け合っていこうな。ちょ、金稼ぎせないかんな。めっちゃ見れる。
めっちゃ見れるじゃん。県外のままだよな。ああ、勝手に開いちゃった超退屈。ゲームするじゃあ。スマホでマスタードパーティーやっていい？お願い。充電ないんだって。充電ないんだよ。ダメだ、我慢しろ。充電切れそうだし、後で使いたい。そうそうそう。いいじゃん、県外って言ってたでしょ。だから充電切らすな。お前諦めろ。充電アーカーになってからゲームするのはやばいぞ。僕に負けたくないだけでしょまあな、負けてたまるか。赤になってからゲームするのやばいんだって。じゃあ遊ぼうぜ。なんか見て、満月だ。もう世話しねえな。あれはまだ満月じゃないぞ。本当だ。狼男っているの？あ？俺たちがそうだ。俺、その例え俺用意してなかったな。どっちだろう。選ぶならどっちだろうな。俺たちがなんか最近ちょっとダニエルとかすれてっからな。狼男っているの？もちろんいる。もちろんいるさ。俺らのが強いけど。あ、いいね。本当に？それはいいね。襲われても平気？あおー！かかってこい！ショーン。いやいや、冗談だって。なんか心配すんな。距離空いてんねえな、ちょっとなんか。ダニエル疲れてんだろうな、さすがにな。焚き火うまくいったぞ。父さんも褒めてくれるだろうな。もうめっちゃ父さん出てくるやん。何してダニエル、何してんの。確かめる。大丈夫か。うん、座れるっていいね。わあ、深っ。深っ。お兄ちゃん、ブレットとのことで僕に怒ってる？ああ、あの喧嘩か。覚えてないんだ。お前のせいじゃない。喧嘩になった。何も起きてない。まあ、とりあえずお前のせいじゃない。お前のせいじゃない。事故は起こる。いい君だろ。なんで覚えてないの？変だよね。ああ、うん。気にすんなって。走り回ってたから。疲れたんだ。よくある。コントロールできないタイプだもんな、ダニエルは。ゾンビ状態だな。もう寝ないと。見とくじゃ、一応なんか全部見れんなこっちを選んでよかった。ダニエルには糖分が必要だし。ああ、よかった。そうだな、よかったな。ああ、一服して。やに切れてんじゃん。ちょっといつか学校に戻れんのかな。これさ、ストラップを反映してるの地味にすごい。あいつ、平井くんかい。もう金がない。暗くなってきたよ。明日の飯はどうする。あ、寝るか。はあ、疲れてるだろう。もう寝るか。トイレ行きたくなって。バカ野郎お前、夜なってからでしょ。やっぱりな。よし、その辺でしろ。いいな、ついてこうか。いいよ、赤ちゃんじゃないし。いや夜怖え。いや怖え、これ絶対地下。おい、地下すぎだ。ここでねんだぞ。しないよ。どこかいい場所探してただけ。バカ野郎お前。で、見える範囲にいてほしいな。でもとはいえ怖いからな。ここになんか未開の森だからな。さすがにシャレならないな。なんかそういうなんか。あ、よかった、帰ってきて。なんか聞こえた。本当に。そりゃ森だしな。そりゃそうよ。いろんな生き物がいる。ションベンかけないようにな。うるさいな。平気だよ。急に声遠くなったな。ちゃんと休もうぜ。水そんだけあんのいいじゃん。いいぞ。ここじゃ無理。水全然飲んでない。マシだろ。まあね。焚き火もあるし。明日からどうするよ。この基地もな。
よく頑張ったな、ダニエル。本当？もちろん。お前は頼れる仲間だ。おー。へえ、よかった。もう目が開けてられない。よかった。子供でよかったよ。本当にそういうとこは。まあ夏じゃないから蚊もいないしな。季節的にはいいかもしれないな、これぐらいが。どうすんだろうな。転々とすんのかな、これから。ここにずっといるようなゲームでもないしな、多分。お父さん。どうした、どうした、どうした。ここどこ？ダニエル、おい、起きろ。超能力起きちゃう。ショーン、なんでお父さんを？落ち着け。悪い夢を見てたんだ。大丈夫だから。ショーン、怖いよ。変な音が聞こえて。あ、いや、怖がるなって。大丈夫だから。でも怖いよ。狼とかクマがいるって言ってたし。怖いよ、怖い。確かに怖いよ、怖い。基地の守り固めたし、平気だって。あと、焚き火もまだ燃えてる。いや、そろそろ切れそうだよ、でも。俺、言ったじゃん、もうちょっと木持ってこいって。いや、兄貴。いや、兄貴だな、お前。ダニエル、明日はもっといい場所を見つけるから。食べ物も約束だ。うん。やっぱ転々とするんだろうな。ああ、だから居候しようぜ、居候。なんか、じいちゃんばあちゃんなら止めてくれるよ。偏見だけど。じいちゃんばあちゃんだったら止めてくれそうじゃない？もうこの子ぐらいの年齢だったらもう可愛くて仕方ないでしょ。じいちゃんばあちゃんち狙おうぜ。狙おうぜって言い方ちょっとあれ聞こえ悪いけど。キャンピングがこれだけかな？今日だけなのかな？まあ、ここにずっといたら別ゲーだもんな。サバイバルゲームになっちゃうからな。どうなんだろうな。でもなんか、PV かな？ PV かなんかでね、なんかお店にいたんだよな。お店かなんかで超能力発揮してたみたいな。まあ悪い意味でなんだけど。通信あったから。あ、これ伝って街に行くのかな。一旦ちっちゃい町に着くとかかな。水分が心配だわ。食料はともかくとして。よし、こっからは楽だぞ。下り坂だ。頑張って歩こう。はあ、いやでもな。昨日も楽になるって言ってたけどね。あと一昨日も。晴れててよかったな。頑張ってんだけど。もうちょっと歩こう。サービスエリアとか食い物売ってるとこがあるはずだ、きっとな。もう結構喋るから声かぶるんだよな。ごめん。どうした？うん、いや、ちょっと。あ、プリンじゃん。ハリーと揉めた時のことを思い出してて。ハリー？ハリーとゲーム交換したんだけど、うん、クソゲーだって。それで放課後ぶっ飛ばすって言われた。それから？立ち悪いな。ハリーが帰るまでずっと隠れてた。マジか。なんで俺に言わなかったんだよ。言おうとして部屋行ったのに追い出したんじゃん。ああ、ごめんな。悪かった。ちゃんと話聞くべきだったな。でもブレッドの時は珍しく味方してくれた。ああ、ま、当然だ。うん、ショーンが優しかったらって思ってたんだ。俺も頑張ってる。大変だけどさ。ねえ、
なんかあるよ。おお、看板に載ってたガソリンスタンドだな。びっくりした、壁でいけないかと思った今。ライラー、アーロンコーチ、アーロン、あー、くそ、電池切れだ。メール見れない。本当に森から出られないか。声でけえなお前、ごめんな。もうお腹すきすぎて死にそうだよ。ガソスタでかいな。そうだな、うまく交渉したいね。まずは食べ物と水、ここ地図もだな。今後のルートを探そう。はあ、分かった。ダニエル、そりゃ昨日はきつかったけど今夜はマシになるから、絶対に。うん、だといいね。行ってみるか。所持金を確認できる。 10.3 10,000円か。1000円か。いや、1000円はちょっと怖いな。ナンバープレート、どっから来てんの。ずいぶん遠くから来たんだな。いや、もうよかったな、ガソスタでもあって。こんなに散らかっててよく平気だな。ここ結構でかいな。この山の中にあるコンビニとかさ、ガソリンスタンドとか、こういう役割あるからいいよな。あ、な、楽しそうなご夫婦がいんね。カリフォルニアナンバー、助けてくれるかも。お、いいね。ショーン、食べ物見つかる？あ、これあったぞお前。覗き回って大丈夫？声でけバカ。これあったぞ俺、あれに。まさかこんなにさまようとはな。掘りかけたどり着けてよかった。利益なんて出ねえだろ。でもここで経営っていうかさ、どけよおい。運営してるってことは、まあ、何かしらやっぱ一回家に帰ったりしてるだろうから、まあそこか、それにそこに住んでるか。だからまあ割と一泊はいけんじゃない。一泊はゴミの山。ひどいな、なんで錆びつかせてるんだ。お父さんなら修理できそう。バカ野郎。ああ、まあこいつは無理かもだけど。いやでも強いわ、ショーン強いわ。だな、こんだけお父さんお父さん言われてよう。あ、これはもらえるのでは。ちょっと不気味だな。うん、可愛いと思う。家にも欲しいな。あ、お父さん喜ぶよ。パクるか。こんなキモい置物持って歩けないって。もう分かった、いいよ。なんかキモい以前に重そう、普通に。普通に重そう、木彫りの熊って。あ、お家でハロウィンしたかった。よし、お父さんと。優しく飛べ。お、自由に。いいことしたな。羽取ろうぜ。なんて鳥か知らねえけど、もらっとくか。ちょっとバイキン怖いけどな。やったぜ、記念品獲得。これか、カボチャのやつって。あ、これ場所がわかんだ。え、じゃあ木彫りの熊あんじゃん。え、そんなタイムリーなことある？木彫りの熊あんじゃん。じゃあ絶対これ木彫りじゃん。パーティー木彫りがいいんだな。パーティー木彫り熊が。まあ子供いるとちょっとあれだな。そのどうも。おっと、来たぞ。あら、こんにちは。いい天気ですね。あ、最高のピクニック日和ですね。そうね。そんな日にあなたたち何してるの？キャンプに来ました。俺らは週末キャンプってやつです。でも、うん、実は締め替えされてっからな。父が食べ物を忘れちゃって買い物に来たんです。まあそれは大変だったわね。キャンプはどこで？うん、名前わからなくて。あっちです、向こうの。あら、名前知らないの？そう、怪しむよな。あ、旅行ですか。辛い、この空気で。旅行ですか。喋るの辛いわ。
珍しいなと思って。バンクーバーに新居を見に通りかかっただけ。カリフォルニアから来たの。ま、よくある話だよな。ああ、いいですね。俺らはシアトルから。いいわね、ここって気候もすごくいいし。おい、何言ってんだ。俺は雪が待ち遠しい。雪は嫌い。あ、ちょっといいんじゃない。ちょっと打ち解けてない。ちょっと家族の時間を楽しんでたんだが。ああ、そろそろ。あなた何言ってるの。やめて。ごめんね、2日も運転しててイライラしてる。あ、まあまあそれはそうか。まあそうだな。大丈夫です。もう、いやー、言いづれーな。いや、言いづれーけど、この選択出るってことはそういうことでしょう。言っちゃうしかないよ。変なお願いなんですけど、その、実は財布を忘れちゃって、で、少し食べ物を分けてもらえませんか。もういいか、暇じゃないんだ。じゃあな。確かに。あげたいんだけど。そのお母さん、合わないよ。バークレーを出たってのに。ごめんね。お母さん。いえ、その大丈夫です。すいませんでした。じゃあ、よし、行くぞ。つら。まったく、留守でも確認できないなんて。ここつまんない。早く行こう。いや、もう家族の実態が見えちゃった。残り物とか入ってるかも。いやいや、こんな暮らし嫌だ。家族の前では見えんわ。よかった、ダニエル、いいことよかったな。入ろうぜ、顔でも洗おう。う、わかった。あ、まあ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 、うん、まあ汚くはねえか。こっち見んなよ、変態。ショーンの描いた絵みたい。は？どれが？見れないんだけど。変わろうぜ、じゃあ。あ、ボトルをいっぱいにする。でもこれアメリカ事情わかんないけどさ。マジか。顔やば。お、水道水きれいなの、アメリカって。なんか老けたな。まあまあ、非常事態はしゃあないな。水は手に入った。てかあれなんだけど、ちょっと。切り方わかんねえ。ここでも、ここのイベント多分結構まだ長いと思うから、無理やりここで切るしかないよな。知ってる、早く洗え。よかったな。でも手が氷みたい。よし、もういいな。いや、ワイルドだなお前。何のためにお前ここにあると思っとん。何のためにこの水受けがあると思ってるんだお前。あ、尋ねる。もういいか、それとも。ああ、そういうことね。しとくか。うん、うん、大丈夫。あ、そっか。さっき森で済ませてきたし。尋ねるって感じ、そっちか。びっくりした。訪問するかと思った、今。びっくりした。同音異義語で尋ねるのことを訪問すると思った、今一瞬。そんなおしゃれな言い方すんのと思った、今。トイレに尋ねるって多いと。いやー、ゴミ箱あされないわ。せめてこの家族どっか行ってからだわ。どうしようか、これ終わろうかな、一旦。今夜は寒くなるぞ。時間がね、いい感じなんだよな。でも、外周だけちょっと終わらせたいよな。とはいえね、多分これセーブされてないから、ここで切った方がいいよな。次回俺がさ、撮る前にやることが多くなっちゃうから、ここで一旦切るわ。はい。じゃあ、あざした。